ギラ動画って基礎設計が古く旧式化してるけど、性能的にジェガンと同等なら十分強いよね。ギラ動画ってザク扱いされることがあまりないよね。ザクの血筋じゃないし。そう、ギラ動画はザクっぽいし、ジェガンはジムっぽいじゃん。前寄せてはいるけどザクじゃないしな。今はザク4とかいるから、ますますザクから離れていってる印象。昔はダブルフェイクのザク3後期型の流れを組むって設定が結構認知されてたが、ザク4が登場した今どうなんだろうな。知らない設定だな。ハマーンネオジオンの動画が母体ってのなら聞いたことあるが。アナハイムだからアクシズ系の系譜じゃないんじゃね。設計図持ち込まれただけでしょう。ジョニカエリでアクシズのデータがアナハイムにあるのは確定してたな。ただ同弁とか既存機のデータしかないから試作動画は微妙。アクシズから持ち出されたコースイートウォーターでギラ動画として開発されて、アナハイムのグラナダ工場で量産がしやすいように改め設計されたって流れらしい。ザク3よりザクしてる。3は高性能の方に振ってる感ある。でもアナハイムに行かずにアクシズに行ったキュージオン技術者たちはザク3こそがザク2の正当な後継だと思ってるのよ。むしろこいつシルエット的にはドムよりじゃねえ。ジムなら RGM ナンバーならジムって大まかなくくりがあるけど、ザクは何をもってザクなんだろうな。マーザクのバリエーションの多さに対抗できるモビルスーツは少ない。そいつギラ動画のバリエーションでは。ギラ動画界どんな機体か詳細は知らんかったんだけど、材質のグレード上げた特殊作戦機だったんだな。ジムっぽさは皆無。汎用重モビルスーツと海軍連邦軍じゃなかなかお目にかからないやつ。連邦は太くてもジムキャノン2くらいのイメージ。サイコガンダムセアロカ。名前が半端にかっこよすぎる。ギドとかギラならザコカンデール。ヨシバギ動画とメラ動画だ。ヤクト動画にギラズールとそれぞれ名前の前半と後半を受け継いだ機体が存在する。あたりギラにも動画にも単語として何か意味がありそう。ギラズールはなんかシュッとしてて違う感じはする。おそらく中身がほぼ一緒のズールはザク感強い。そいつはそれを狙ってデザインしてる設定で、シャアが行方不明したのでネオジオン残党として少しでもスペースノイドの印象を良くしたり、友軍の士気上げるためにザクっぽさ意識してるような設定だったと思う。うん、袖付きの懐事情を表現していると思うことにした。と言ってもまあ普通に共和国軍のギラズールもあるわけでな。ズールと動画どっちが強かったか割とあやふや。アップデートして性能上がってるけど、袖付きの資金事情で大幅なスペックアップはしてない。ギラ動画であった長距離進行用ランドセルの推進剤タンクがなくなって通常ランドセルになったり、結構変わってるとこもある。連邦製ギラ動画。海の方は同弁やバウの装備つけてない。露格したもん適当につけとけみたいな。UC90 年にデビューしてジオン共和国がなくなったのが UC100 年で、連邦では UC120 年代以降まで使われたの。連邦で使ってる期間のがよっぽど長い。その時代の連邦兵だと連邦仕様のギラ動画しか見たことがないので、ジオンのモビルスーツだって意識自体ないんじゃないかって気がする。その連邦仕様のギラ動画って名目上はジオンのギラ動画に外見見せた機体では。いや普通にあちこちジェガンの部品になっとるがな。連邦製も何もアナハイム製造でしょ。ギラ動画シャアのネオジオンも連邦からもらった金でモビルスーツや戦艦や核を買ってるので、元をたどれば全部連邦製と言えなくもない。つまり逆シャアの戦いというか戦力は身内同士なんだな。アナハイムだけが勝者だが、しかしメッサーは連邦要素もある。こいつも武装少なくて無駄にでかくて重い動きで謎だ。時代のあだばなにしてもこの時代の戦場では最適解に近いはず。生存率高い&オールレンジウェポン&高機動重装甲&ブスタフカール3機でやっと1機落とせる万能モビルスーツだからな。映画版はブスタフカール計5機が挑んで1機が爆散、2機は転倒でダウンして3機やられて残った2機が挟み撃ちして倒した。こういうの指摘しまくると消されたりするんだろうな。カイザックの頃からアナハイムはシムケチごとに仕様変えてモビルスーツ売ってるよね。共和国向けのハイザックは指揮官機にちゃんと角つけてたりするし。ギラ動画って結構でかいんだよな。でもニュートササビーはもっとでかい。ギラ動画ってダブルゼータの恐竜進化のモビルスーツより性能は低いんだっけ。コスパが良いって利点はあれど。
性能低いってよりコンセプトが違う。一気当選みたいなのとスタンダードなやつ。ザクスリーやドーベンウルフの方が強いだろ。なんならドライセンより性能低そうだし。なんならというかドライセンですらゼータガンダムクラスよ。そいつ等はアクシズのガンダムみたいなもん。ダブルゼータ時代は高性能モビルスーツは高コストでもあったんでしょう。バブルだったのか。連邦は知らんがネオジオンの方はパイロットが少なくて集団戦ができないんで金をかけてでもモビルスーツの方の性能を上げるしかなかった。ザク扱いかは知らないけどデュクシャーの最終決戦を盛り上げるモブとしてはジェガントもどもいいデザインしてると思うよ。こいつはガワイガイ連邦機に近いしジェガンは物合いだしでアナハイムはかなりいい性格してるとなるこの時代。性能的にはギラドーがイコールジェガンで良いんだろうか。それぞれ差はあれどトータルで見たら拮抗するように作っとる。ジェガンに乗るパイロットは連邦でもエリートだろうけどギラ動画に乗るのはどこから集めたかわからないような連中だよね。ギラ動画って別に高性能ってわけじゃなくて逆シャーでの新鋭機ってだけだしな。もともと設計はアクシズ時代の廉価量産型モビルスーツで指摘の通り対して性能が強いわけではない。コストが安い数を揃えるのが目的のモビルスーツ。性能は最新のジェガン級だけど設計が古いから限界で本当は最新設計の機体を用意したかったけど短期決戦で済ませて入隊区機に力入れたかったから予算の都合でギラ動画がそのまま80機ほど生産された。ギラ動画は性能低いがコスパ重視でもジェガンは連邦の最新進度機でしょ。性能一緒で良いの。次戦能力とか火力とかにそれぞれ特化してて拮抗できるようにアナハイムが調整してる。一方的だと商売にならんので。そういうのなしでギラ動画は元であの設計でジェガンぐらいの性能あるけど設計は古いから性能良いけどジェガンみたいな最新武装はないだけ。それでも出力高い武装と長距離航行できるバックパック装備してて宇宙船特化してるから強い。ジェガンはジェガンの基礎設計のまま強化できたけど動画は見た目は近いけど内部構造は見直し図って別物になってるって感じでいいんでない。リア動画なんかは装甲材とかガンダリウムになってるし厳密には違うけど中身半分ジェガンになってるみたいだからな。ザク3が高価になりすぎたんでザク2のように安価で大量配備できるよう再開発したのがギラ動画ちゃんか。ザク4とも名乗れないから違う名前になっただけで。ザク4って初めて聞いたから調べてみたけどなんか正当進化というより魔界未やつこ感強いな。そもそもザク要素とは何ぞや。RF ザク、正統後継ザクといえばハイザックですね。ハイザックをザク2の後継と認められなかった技術者が作ったザク3の方がはるかにザクから遠くなってるんだよな。ザク3はザク本来の汎用性とバランスを重視して食って開発が始まったけど最新技術でそのコンセプトを追求しちゃったから見た目こそザクっぽさはあるけどザクらしからぬ高性能機になった。ザクらしさを追求するなら様々な環境に回を収めて対応できて生産性も高いみたいな感じになると思う。ザク3の話ならバックパックも複数用意してカスタムもできて生産性も確保はしてる。だが当時の状況的にドーベンウルフの方が求められてた。汎用性と低コストを両立したザク2の後継といえるのはギラズールぐらいか。極端な言い方すれば UC93 時点で機体としてのギラ動画はほとんど頭打ちでジェガンは伸びしろはまだありますとも扱いに近いから中身同じようなもんってこともあるまい。起動した時ブコンって言ったら続系列。ギラ動画は強そうな量産機で実にいい。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、お願いするのだ。